マルカム・カウリー・マルカム・カウリーは、アメリカの詩人、批評家。ハーバード大学在学中に第一次世界大戦に従軍。戦後はこの時代の多くのアメリカの若い芸術家、文学者たちと同様に、ニューヨークやパリで、ボヘミアン生活を送った。代表作である、亡命者の帰還は、競争の1920年代とも呼ばれた、この時代の国名な記録であり、いわゆる、 失われた世代の精神的方向を生き生きと描いたエッセイとして名高い。1930年代以降はマルキシズムに傾倒、多くの政治的エッセイも残しているが、後世に彼が与えた影響は圧倒的に文学的なものである。1929年から1944年までニューリーパブリックの編集に携わり、第二次大戦後は旺盛な批評活動によって、 アメリカの文芸ジャーナリズムに絶大な影響を及ぼした。とりわけアカデミズムの外の文学批評において、エドマンド・ウィルソンと共にこの時代の双璧を成す人物と目されている。雑誌や先週の弊社としてもよく知られており、中でも有名なのが1946年のポータブル・フォークナーである。この先週において、 カウリーは、ウィリアム・ホークナーの多元的で混沌とした小説世界を極めてリーダブルに編集し、さらにそのサーガの豊かさを存分に伝えるイントロダクションを付すことで、それまでほとんど無名であったというより、ほとんどの作品がすでに絶版になっていたこの作家の魅力を広く世に知らしめた。サルトルやコアンドローラによるフランスでのローカルな評価を別とすれば、このカウリー版、 フォークナーこそが彼を世界文学の作家たらしめた最初のきっかけだったとも言えるだろう。当時のフォークナーの知名度を考えれば、ほとんど突然のようにも思われる1949年のノーベル文学小受賞の背景に、この優れた先週の存在があったことは疑いを得ない。カウリーの批評家としての本質は、知られざる才能を乱す、 こうした直感的名刹にこそあったとも言えよう。1980年に自助でん &I worked at the writers trade chapters of literary history 1918から1978で全米都所賞を受賞。ありがとうございます。